ようやくですねお店に定着してくれました。3回来店してくれました。ちなみにうちは無料で、1回、来てもらうようなプロセス挟んでますけど、あれは1と数えてません。あれはまあ新規が1で 1.5 で、その後有料で来てくれたら2になってますので、あれ1に数えてません。なので、無料は1に入ってなくて、有料が2回ってことですね。新規以降有料が2回来てくれたら定着っていう感じに、考えてます。無料を1と数えてませんのでね、無料はもう 1.5 みたいな話ですね。2ではないです。じゃあ予約定着してくれました。じゃあ定着してくれたら、ここからですね、いよいよまあファンになってくれて、こうお店で単価を上げていくだったり、まあ来店周期を短くしていくっていう作業に移っていくわけなんですけれども、まあここでどういったことをやっていけばいいのかということですね。で、ファンって結局じゃあ具体的に何なのっていうことなんですけれども、つまりは関係性が深まるっていうことなんですね。好きとかっていう考え方だとすげえ曖昧じゃないですか。好きにもいろんな定義があります。結婚したいかもしれないですし、付き合いたいのかしませんし、まあ、いろんな子供みたいのか分かんないですよ。まあ、要は好きっていうのは結構幅が広いから、よく定義としてうやむやになっちゃうんですよね。なのでファンになってもらうっていうのは距離感が近くなる、関係性が深くなるっていうふうにイメージしてもらった方がビジネスではまあ使いやすい考え方になります。じゃあどうすればね関係が深くなっていくか、まあ、距離が縮まるか、まあ、言ったらここなんて距離遠いじゃないですか。めちゃくちゃ初めて来店した時の距離なんていうのはもうめっちゃ遠いですよね。心理的な距離っていうのはね。でそこが信頼して質問もする、プライベートの話もするようになってくるっていうので、まあ、距離が近くなっていくっていうことなので、この距離をもっと近くしていくっていう作業が、まあ、ファン化っていうことだと思ってもらうといいですね。じゃあまず一つ目、やっぱり一番ですね、とはいえ、まあ、いろんなことを考えてどうこうやるっていうのはね大変です。皆さんの普段の業務もありますから。ですので、まあ、決まった形でやっていきたいわけですね。ほとんどの人に使えるような形っていうものからやっていきたいわけですね。それがですね、一つが誕生日、ここを距離を縮めるきっかけにしていきたいわけです。お客さんとの距離を縮めるきっかけにしていきたいわけです。まあ、皆さんもね誕生日ってやってるかも知れません。誕生日、割引とかいろいろやってるかもしれません。誕生日おめでとうとか言ってるかもしれませんけれども、ここで誕生日で例えば 10% で 10% 引きにしたから来てねとか言われてもですね、関係深まりませんね。ですよね。あ、まあまあなんか誕生日を理由に売りつけられたなと思うぐらいです。まあ、あるいはまあちょっと得やから行こうかぐらいの話ですね。そうじゃなくて、ちゃんとしっかりと誕生日にはお祝い、というよりどうすればじゃあお客さんとの距離が縮まるかっていうことなんですけれども、それがお客さんに感謝を伝えることです。うちのお店に来てくれてありがとうございます、あなたの誕生日、あなたとあなたの誕生日を一緒にお祝いできることが嬉しいです。ですので感謝を伝えるわけですから、ここで売り込みしてはダメなんですね。プレゼントだってね、皆さんがじゃあパートナーとかね、まあ、お子さんとかがいたりしたらですね、例えば従業員さんでもいいや、お前今日誕生日か、10杯引きやから買えって言われてもですね意味わかんないでしょ。誕生日祝われてます私みたいな、誕生日を理由に売りつけられてないんですかみたいな感じじゃないですか。ですから誕生日にすることはプレゼントじゃないとダメなんですよ。誕生日プレゼントじゃないと、あ、私に誕生日祝ってもらってるって思わないですよね。誕生日だから10杯引きだぜ来いよみたいなこと言われてもですね、まあ、確かにまあプレゼントはプレゼントですけど、やっぱりこうプレゼントされた感っていうのがすごく弱いわけですよね。そうじゃなくって、誕生日をお祝いしたいからお祝い、まず一つポイントは感謝する、ちゃんと感謝を伝えるっていうことですね。あなたがお店に来てくれてて嬉しい、感謝するっていうこと、そしてプレゼントをするっていうこと、この2つが誕生日のイベントのポイントです。で初めて距離が近くなるわけです。だから相手は、あ、私をお客さんと思ってないんだな、一人の人として扱ってくれてるんだなってことですね。要は一番悪い言い方すると、お客さんと思われてるってどう、相手はどう感じてるかっていうと、金づると思われてるだけですからね。私はこのお店の金づる扱いされてるんだって思われるだけじゃないですか、どうしても。そうじゃなくて、あ、私を一人の人として見てくれてるんだなっていうふうに相手が感じてくれることが重要です。なので誕生日はしっかりと一緒にお祝いをする。